ジャスティン・パトリック・ハーバートはアメリカ合衆国オレゴン州ユージーン出身のアメリカンフットボール選手。ポジションはクォーターバック。NFL のロサンゼルス・チャージャーズに所属している。オレゴン州ユージーンで生まれ大学卒業まで過ごした。幼少期からアメリカンフットボール、野球、バスケットボールをプレーしてきた。祖父がオレゴン大学ダックスでレシーバーとして プレー経験があったことやオーツェンスタジアムの近くに住んでいたことからオレゴン大学のファンであり自身もオレゴン大学に進学した大学時代は1年目から請求 b として8試合に出場してわずか4回のインターセプトと19回のタッチダウンパスを決めるなどの活躍を見せる4年目には3471ヤードを投げて66.8%の成功率を誇り 32回のタッチダウンながら、インターセプトは6回という成績だった。その後、2020年のローズボールで優勝し、オフェンス MVP を獲得した。大学時代の通算成績新型コロナウイルスにより、社会距離拡大戦略のため TV 会議で行われた2020年の NFL ドラフトで、1巡目でロサンゼルスチャージャーズから指名された。 7月25日に4年2660万ドルで契約し入団した。シーズンでは当初はタイロットテイラーのバックアップだったが、テイラーが卑怯により出場できなくなったため、9月20日の第2週カンザスシティチーフス戦で NFL デビューを先発出場で果たした。311ヤードと1タッチダウンを上げるも、チームは延長の末23から20で敗れた。 第5週の試合前にアンソニーリン HC にチームの先発 QB として指名された。第16週のデンバーブロンコス戦でシーズン28回目のタッチダウンパスを挙げ、それまでベーカーメイフィールドが持っていた NFL 新人 QB のタッチダウンパス記録を更新した。このシーズンは攻撃部門年間最優秀新人賞に輝いた。レギュラーシーズン、ありがとうございます。